こんにちは。今回は簡単なお湯編みを紹介します。この模様は鎖編みと長編みでできる模様編みです。この模様は鎖編み3目で1つの模様ができます。今回は17目の作り目で5模様で編みます。1段目は鎖編み3目を編んで立ち上がり、鎖編みを編んだ2個目のところに長編みを1目、鎖編み2目、長編み2目を編み入れて、これが1つの模様です。これで鎖編み3目が必要です。次は、今編んだところから3個目のところに同じ模様を編んで、これを繰り返し、最後は鎖編みの最後のところに長編みを編みます。2段目は鎖編み3目で立ち上がり、1段目の模様の鎖編み2目のところにこの模様を編みます。これを繰り返し、最後は長編みです。3段目は2段目と同じ模様で、これ以降は同じ模様の繰り返し模様になります。最初に作り目の鎖編みを17目編みます。鎖編みを17目編みます。鎖編みは、ここから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17目の鎖編みを編みました。1段目は、長編みの立ち上がりの鎖編み、3目を編んで、今編んだところから2個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。長編みは針に糸をかけて、鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。今長編みを編んだところは、立ち上がりの鎖編み3目のところから、1、2、3、4、5、6個目の鎖編みの裏山に長編みを編みました。次は鎖編み2目を間に入れて、同じところに長編みを編みます。これが一つの模様です。次は、鎖編みの3個目の裏山に同じ模様を編みます。長編みを1目編み、間に鎖編み2目を入れて、同じところに長編みを編みます。これで2つの模様ができました。同じように3個目に長編みを編み、鎖編み2目を入れて、同じところに長編みです。次も3個目の裏山に長編みを編み、鎖編み2目を入れて、同じところに長編みです。それで4個の模様ができました。次は5個目です。鎖編みの3個目に長編みを編み、同じところにもう一回長編みを編みます。最後は2個目の鎖編みの裏山に長編みを1目だけ編みます。これが1段目の模様です。鎖編み3目を編んで編み地を裏返して、次は2段目です。2段目は1段目の長編みと鎖編み2目、長編みのこの模様の鎖編み2目のところに同じ模様を編みます。長編みを1回編み、鎖編み2目を編んで、同じ鎖編み2目のところに長編みを編みます。2段目は前段の鎖編み2目のところに模様を編みます。長編み1目、鎖
鎖編み2目、同じところに長編み1目。この模様を繰り返します。長編み、鎖編み2目、同じところに長編み。前段の鎖編み2目のところに長編み、鎖編み2目、長編みです。鎖編み2目のところに長編み、鎖編み2目、長編みを編み、最後は長編みを最初の鎖編み3目を編んだ3個目の頭のところに長編みを編みます。これが2段目の編み方です。3段目は2段目と同じで鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、前段の鎖編み2目のところに長編み、鎖編み2目、長編みを編み、同じように隣の鎖編み2目のところに長編み、鎖編み2目、長編みを編む模様です。これを繰り返して、最後は鎖編み3目の3個目の頭に長編みを編みます。長編み、鎖編み2目、長編みを同じところに編み、次も長編み、鎖編み2目、長編みを編み、次も前段の鎖編み2目のところに長編み、鎖編み、長編みを編んで、最後は立ち上がりの鎖編み3目の3個目です。2段目からは鎖編みはこちらを向いていますから分かりやすいです。この鎖編みの3個目のところに長編みを編んで、これで3段目ができました。とても簡単な模様ですが、編みやすいので大きなものも編めると思います。スカーフやマフラーにもいいかもしれません。長編みと鎖編みで編む簡単な模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。